氷川ワキヨ海の男になりきるぜ。ヘアカット後のイメチェン姿にファン驚き。想像の斜め上、七変化。歌手の氷川ワキヨシ、47が25日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。写真、氷川ワキヨシ、疲れだー、黒縁金の流し目オフショ。ヒカは、劇場コンサートゲネプロが終了と報告。 セットリストも男をに合わせはそうのために紙せつったと肩あたりまで伸ばしていた紙をカットしたことを伝えた。そして、海の男になりきるぜ、と宣言。角刈りにすればよかったかなショー明日から3日間博多座でお待ちしてます、と綴った。氷川は9月の投稿で、劇場コンサートのセットリストは大好きなこってこての泥臭愛、演歌をたっぷりやります、と告知。 和装でのポスタービジュアルを公開していた。この投稿に SNS では、神説ったの驚いたどこまでも想像の斜め上を肩だわ。神、短くなって可愛い,い、からかっこよく変身だね。何になっても美しいキーナ。の七変化を楽しむようなどの声が上がっていた。氷川きよし単発イメチェンで海の男に似合ってる、かっこいいと反響。 モデルプレス2024-10-25歌手の氷川きよしがが24日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。写真、氷川きよし雰囲気ガラリの単発姿。氷川きよし単発にイメチェン。25日から27日に、氷川きよし二25周年記念,記念劇場コンサートツアー 絆 in 博多座を開催する日かは。この日は、劇場コンサートゲネプロが終了。セットリストも男歌に合わせはそうのために紙せつったと綴り、肩につく長さだった髪を単髪にイメージチェンジした姿を披露。海の男になりきるぜ、と意気込んだ。この投稿にファンからは、紙せつったのびっくり。かっこいいです。単発も似合ってる、美しいなど、 絶賛の声が寄せられている。モデルプレス編集部。